セレッソ大阪藤本浩太。それが自分の中ではやっぱり大きな分かれ道だったのかなって思います。チーム生え抜き12年、 J2 降格の悔しさを知る藤本浩太のルーツ。高校2年の終わりかな、一回部活やめたんですよ。高校時代指導者とぶつかりチームから離れた時があった。サッカーを閉ざした2週間、その時気づかされたことがあった。親父と二人で、まあ、車の中で真剣に話した時も、ここでサッカーしたくないんなら本当に他の高校に行ってやるかみたいな、その言葉が自分の中ですごくなんか胸に刺さったんですよ、うん、そこまで考えてくれてるのかっていう。夢を諦めかけた自分に対し父は立ち上がることを望んだ。サッカーと共に成長してきた息子の姿を誰よりも知っていたから。親も多分自分がサッカーやめるなんて夢にも思ってなかったと思うんで、僕が生きてきた その時は17、18ぐらいの中で一番多分サッカーっていうか将来について一番話したし、周りにこんだけ支えてくれてる人がいるっていうのを改めて気づかせてくれた、はい、時間だったと思いますけど。あの時知った父の思い、心に留め再びサッカーと向き合った。プロになった今も決して忘れてはいない。プロになったりしてからそこまでサッカーのことに関しては言わないですけど、けどやっぱり自分が試合出た時はやっぱりメールだったり連絡くれますし、その度にやっぱり一番近くで応援してくれてるんだなって思います。藤本浩太が伝えたいこと、まあ、本当感謝の気持ちを忘れないっていうか、まあ表にこうね、パッと表さなくてもいいから心の中にその気持ちを、うん、持っとけば、その時の行動だったり、うん、対応だったりっていうのがやっぱ分かると思うんで、その人の気持ちだったりっていうのが、その感謝の気持ちっていうのを忘れずに常に心の中に持っておいてほしいなっていうのもあります。次回のフットニストは京都サンガ FC 高橋裕二のルーツに迫る。